もう昔昔大昔、とても数えきれない昔の話であるっていうことなんですね。そんな時代に歌唱物の前、歌唱物がおったっていうんだから、そんなものは眉唾もんであると、実際に言えばそうなんですが、現象的に言えばそういうことになりますね。ところがそれでですね、その年数の64倍が剣豪であり、その剣豪千物中の第三物であって、人間の寿命が2万歳の時であるという頃であるから、人寿50歳の現在を遠ざかることよほどの時代である。その時代に唐に百丈山があったかどうか無論不明であるし、近代の神霊学的研究によると、かつて百丈山にいて、ともかくも他人数を導いていた同志である僧が、ただ一回不落因果と答えたというだけで、その何百億年前かわからぬ前から生まれ変わりして、やはり役に生まれているなどということはありえようがないのである。そうするとこれは後世の作り物語であるか、百丈僧が弟子を導くために役の屍に死骸に託して診療といった偶話の一種であるとしなければならない。しかし偶話だから価値がないというわけではない。事実であっても価値のない出来事もあるし、偶話であっても価値のある出来事もあるからであるね。まあ、こういう例えでね、皆さんに悟らすんだからちょっと悪いことないんです。ところがね、ここでもう非常にね、これから根本的な問題が出てまいります。これはね、その次ですね。本則で見ると、百丈和尚は矢子の屍を葬って、しかししてその後その晩になってから、その矢子の由来因縁を説いたというのである。誰も修行者に混じってこんな老人がいたのを見た者がないし、その老人が今更その大衆の中から減っているのを見た者もない。だからこそ大衆権議す、まあ議論したんですね。なものありやせんじゃないかというわけで議論した。誰もおらんじゃないか。一衆皆やすし、涅槃堂にまた人のやむなし、何が言えと格のごとくなると疑っている。そしてそんな老人が百丈和尚と話しているのを見た者もない。皆の者が去ってから、そんな老人がただ一人その場に残っていたというから、これは明らかに百丈和尚の心の中の人物に過ぎないのである。ここへ一つね、心の中の人物、誰も見たものないんだから、自分の心の中でそういうものを描いとった人物なんですね。この時から解決が始まります。前百丈は今百丈の今百丈の心の影であったのである。死ついにと面前に立つ者は、またこれ何人ぞ、本物の百丈和尚の前に百丈和尚の心の影が座っていたのであるというわけね。だから私は全百丈に、何時は私はあなたでありますと答えなかったか、なぜまた何時は私は人間でありますと答えなかったか、各答えることができなかったところに根本無明があると、この解説の冒頭に付け加えたのであるとかね。だから自分の心の影だから、この自分の前におるのは誰かって言った時に、本当にね、自分の心の影なんだから、自分は人間だとかね、本当の素晴らしい人間だとか、私はですね、このリアルマンであるとか言うて答えればいいのにね、否認でありますと答えてるとかね、もうすでにこういう問題の間違いが出てるわけですよ。否認でありました答えと。さてそれで、この百丈和尚の心の影は本物の人間を映し出していなかったね。だから私はあなたでありますとも、私は人間でありますとも答えることができない。私は否認です。前には人間でありましたが、今は変化身でありますと答えるほかはなかった。全百丈が前に人間であったならば、人間を離れたわけではない。しかし人間そのものではない、姿は変わっている変化身であるとね。こういうふうにね、仏教の話をずっとしてきたかと思うと、先生はいきなりそこでね、
このことをキリスト教ではとこう書いてあるでしょう。こういうところがね、谷口先生独特のこの解釈の仕方なんですね。仏教のね、無門観の解釈しながら次にたちまちキリスト教が出てくるんです。それがね、同じことを説いてるとこういうことになってる。これは素晴らしいことですね。このことをキリスト教では旧約聖書の創世記第一章で、神の言葉によって神の姿に作られたる真人間の、この第二章で土の塵を作り変えられた人間と対立させているのである。実相と化相との対立である。金剛不の人間と変化無常の人間との対立である。創世記第一章で神の言葉によって作られたる霊的実在なる人間が、その第二章では土の塵で作られたと変化している。だからアダムは神の子なる人間に対して言えば変化心である。我に対するものは他祖と他祖と、神がこうアダムに言っているのと同様にの意味において、何時はいずこにおるやと言って、神はアダムに聞いていられるのである。いずこというのは立場のことである。霊的立場であるか物質的立場であるか、それに従って何時は法則によって報いられる。因果くらまさずというのである。しかして知恵の好み、すなわち五感知による物質的立場を人間が実する限りにおいては、何時は主に顔に汗して食物を食らい、ついに土に帰らぬ。そはその中より何時は捕らえたのなればなり。何時は地になれば地に帰るべきなり、エホバ神アダムとその妻と のために皮衣を作りて彼らに着せたまえるという結果になったのであるが、その皮衣を作りて彼らに着せたまえると、創世記にあるのが五百姓親子神に出すに相違するというね、相当する。素晴らしいですね。こういうところにこう持ってお話しくださると、なるほどなっと分かるんですよ。親子神であるから皮衣を着せてであるのである。物質的立場に立ち、五感知に頼り、人間知の生知再覚に頼っている限り、霊的実在なる人間の実相が自覚できない。その近代の科学は、そして近代の科学は人間を下げずんで、人間は猿より進化するモンキーマンであるという、誠にも五百姓親子神に出しているのではないかと。その最初からね、39ページの3行目のところでね、物質的立場に立ち、五感知に頼り、人間知の生知再覚に頼っているにいる限り、霊的実在なる人間の実相が自覚できないと。これが根本です。ここのところは、これがね、さっきのね、前百条とね、その今の百条との対立になってるわけです。物質的立場に立ち、五感知に頼り、人間知の生知再覚に頼っている限り、霊的実在なる人間の実相が自覚できない。そして近代の科学は、人間を下げずんで、人間は猿より進化するモンキーマンであるという、誠にも五百姓親子神五百姓モンキーマンに出しているのではいいのではないかというね。だからこの、これはね、ちょっと皆さんにね、詳しく説明しないといけないところで、ここのところを少し説明させていただきます。これがね、分かると成長年が分かるんですよ。実相と現象っていうことが、もう成長年で一番難しいんですね。これはまあ根本になっています。それが、どこで分かるかって言いますと、生命の思想第11巻のね、万教記述編の創世記の解釈っていうところがあります。それがここのこと書いてあるんですね。これと合わせてこう読むとよくわかるんです。この創世記の解釈とここを合わせますとね、ですからこの人間はね、猿から進化したもんだっていうのは場合でもね、こういう場合でも皆さんがこの前もね、北海道の旭川へ私行った時に、学生のね、青年会の集まりで青年大会開くから話をしてくれって言われて、高校生とか中学生がだいぶ来ておりましたんでね、人間観を変えるって言ってね、人間は神の子である神の子であるっていくら言ってもね、
学校でね、猿の子孫であるっていうことを教えられますとね、人間の先祖は猿だっていうことを信じてるとね、いくら人間は神の子だ神の子だって言ってもね、なかなかのその神の子の自覚が入らないで、猿が先出るんですよ。猿が動物としての人間っていうのはね。だから私はこれを一つ、いや、ぶち破るのに飛竹の霊性道場でも若い人によく話すんですけどね、これ皆さんでもやってごらんなんていいですよ。自分の息子さんにとか青年と話してる時ね、人間の先祖は何でやってこう僕はよく聞くんです。そしたら猿やってほとんど答えますよ。猿と思うもの手を挙げてみるとほとんど猿っていうふうに手を挙げるんですね。高校生僕は300人が集まってるところでやった。そしてね、そこまで手を挙げさせてて、その次にね、そうか、お前たちの先祖猿かってこうやるんですね。誰かの先祖猿だと思うとうちは気が収まってるけど、お前の先祖猿かちょっとこの辺に毛が入ったような気がしますね。これえんです、やってください。もう人間ちょっと面白いもんでね、人間の先祖猿だったら誰かにしても責任ないですね。お前の先祖猿か、どうりでってこう言うたらね、もうそれ言うとまあ向こう怒るけどね、お前すじゃ毎朝先祖にあのお経をあげてるのは猿にお経をあげてるのか、わかるかいな、ちょっと言うたんですよ。そうするとね、いやー鼻顔しますね。それからもう一つ言ってね、あ、皆さんにお話したからよく知ってらっしゃるけども、人間の先祖猿ならね、猿の先祖何やってこう聞いてください。こういう答える人はおりませんよ。人間の先祖猿ならね、猿の先祖何やって、それを教えてくれたら俺ね、人間の先祖猿だって教えたのがいい、信じついて。人間の先祖はいかにも猿みたいな話はするけどね、猿の先祖何だってこと誰も教えてくれんでしょ。皆さん学校で習ったんですか？僕は習わなかったですね。大学行ったけど習わなかった。人間の先祖猿だってことだけ教えてね、猿の先祖何だってことは一つも教えない。猿の先祖犬で、犬の先祖なんでって、それでアメーバって言うんならこれわかるけどね、これ人間の先祖猿だっていうことは、まあ人間の先祖は猿だっていうことは教えてないんですがね、猿と人間とは同じ先祖だっていうことは、まあ大体ダーウィンの進化論で言ってるんですけどね、人間の先祖猿なんていうことは言ってないけどね、いかにもそういうようなことを言うんですね。で、私たちがあの高校生だけ集まってる時に、僕はね、あの高校とか大学時代、まあ大学時代はあんまり質問しないんだけど、高校時代はもう先生困らせるのが好きでね、先生が嫌われない質問ばっかするのが好きで、まあなったもんだから、高校生が300人ぐらい集まった時に、おい君たちな、これから学校帰ってな、先生一つ困らせるな質問してみやって言ってね、人間の先祖を猿だみたいなこと話したら、ああそうですか、先生の先祖猿ですかってこう言うたってみると、まずそれやれと。でしばらくしてな、先生な、猿の先祖何ですかってこう聞いてみる。先生大概困って怒り出すよって言ってね、でやりなさいって言ったら、まあ随分やったらしいです、あの時ね。ほう、僕からまあいろんな反響ありましたけどね。そういうふうにね、こうなんかね、私たちはね、人間の先祖猿だなんて言われてね、ごまかされて、それをあんまり合理的でもないのに信じてしまってるんですね。それでこの五百姓は薬神なんですよ。結局人間は人間であるということを忘れてしまってね、なんとなく肉体人間だと思ってしまうわけです。だからこれがね、こういうふうな、私は答えを間違ったから、ヤコに押したんだと、キツネに押したんだっていう話してると、なんか自分と関係ないようだけどね、先生がそっとこういうとこ持ってきて、人間の先祖猿だっていうこととこう結び合わされたら、我々と全然非常に関係の深いものになってくるわけですね。ですからこういうね、人間っていうものを肉体と見るか、霊的実在として見るかによって非常な差が出てくるっていうことをね、ここで知っていただいて、そしてね、その次にね、このアダムとイブ、それからエデンの楽園の追放っていうことになってくるわけなんです。さてここで谷口先生が創世記を、キリスト教の創世記をお出しになったんですが、創世記のところをちょっとご説明しますと、大概皆さんはご存じと思いますが、この創世記のですね、第一章と二章ってのがありまして、僕はあのブラジル行って、あのキリスト教の熱心な信者とか、そういう牧師さんなんかと話してみても、
創世記をこういうふうな解釈して読んでる人は世界でもほとんどないんですね。谷井先生が初めてじゃないかと思うんですよ。例えばですね、例えばって先生のお説きになってる根本はどこにあるかっていうと、この第一章ではね、人間をですね、神の形にかたどりて作ったと書いてあるね。神様の形に作ったということを書いてある。我ら神と書いてね、神様のような格好に作って、そしてすべてのこの世の中のものを支配しなさいっていう命令を神様に与えられて、それで神様がご覧になって甚だよかりきっていうことを言っとられるわけです。神ってのは完全円満な方ですから、完全円満な人のものの形に作られたっていうんだから、完全円満に作られたっていうことです。それでご覧になって甚だよかりきっていうことは、神様が見て完全であるということでね、悪いとこがあれば直せるわけですから、はらはらよかりきっていうのは神様がご覧になっても間違いないという保証を与えたわけです。ですからこういう人間が病気をしたり人殺したり悪いことをしたりですね、とんでもないことをするはずがない人間がここでできてるわけです。ところが第二章はですね、ここに、先生がちょっとお書きになっても土の塵で作ったと書いてあるんですね。エノバ神になりますけれども、土の塵で人間を作って、それに神様が息吹を吹き込んでね、息を吹き込んで生きた人間となったと。これがアダムです。アダムができたんです。それでその時に神様が人一人なるはよからずってね、やっぱり男だけではいかん、一人ではいかんのでっていうんで、あばら骨を取って、アダムのが寝てる間にそのあばら骨を取ってイブを作ったわけですね。これで男と女がここに今できたわけですね。でそのアダムとイブがここで暮らしておった時に、その、まあ、何不自由なく暮らしとったって、これ天国ですから、楽園ですからね、何不自由なく暮らしとった時に蛇が出てきたわけです。これで神様がそのお前たちは何を食べてもいい、この、アダムのエデンの楽園の中では何食べてもいいけれども、一つだけ食べたらいかんものがある、これは知恵の好みだ、いうで、この禁断の好みって言って、一つだけ食べたらいかんものがあったんですね。知恵の好みっていうのがあったんで、好みがあったわけです。ところがある日、そのイブの方、女の方がですね、イブの方が、そこにおりましてね、おったら、まあ、非常にリンゴのように美しく売れ下がって美味しそうにこの実がなっとった。そこに蛇がやってきたんですね。蛇がやってきて、あなたはどうしてこの木の実を食べないのかって言ったら、これは神様が食べたらいけないって言うから食べないんだと答えたらですね、この木の実を食べたら死ぬと神様から言われてるって言ったら、いや、これは決して死ぬもんじゃないんだと、死にはしないと、ただあんたがこれを食べたら神様のような知恵が出てきてね、善悪を知るようになると。で神様のようにあんたたちが利口になると、神様があんた方を支配しにくくなるから、神様が食べたらいかんって言って禁じてるだけなんだから、そんなこと言わんと食べてごらん、心配ないからって言うんですね。そうすると女の方は食べたわけですよ。これはそれで死にもなりませんと。こういうとこ面白いですね。男より女の方が先に騙されたっていうね女の方の方が騙されやすいっていうことなのか知らんけども、まあ、そのこと言ったらこれは僕じゃないんですよね。ちゃんと漱石に書いてあるんで、まあ、その通り一つご了承いただいて私に何も責任はないのは冗談ですけどね女の方が先に騙された。またこれが面白いところなんですな。そしてその蛇というのは、そこで谷井先生が、これは皆さんもご講習会で何でも聞いてないでしょうが、蛇というのは何かちと、体の中へこの地面に体をつけて頭だけ上げて歩くものなんですね。それはこの地面というのは物質の、この我々の住んでる世界において一番大きな物質は地球です、大地ですね。ですから大地に体を全部つけとるということは物質に執着しとるということであって、これは唯物論の、唯物論者の象徴として蛇っていうものを持ってきたんですね。物ありの観念の、ですから蛇は唯物論なんですよ。唯物論の象徴である。こういうこともね、谷口先生が、これはもうこういうことをおっしゃるのは谷口先生だけなんです、世界でもね。
これはもう本当にこういう象徴的に、これは霊感的にね、聖書とかいうものはね、霊感的に読まなきゃわからないんですよ。それでそれだから唯物論に騙されて食べたんですね。食べて死ななかった。そこでそのアダムっていうその男が帰ってきたんです。そしてそのたら、お前何食べたんだって言ったら、その知恵の好み食べたと。蛇が食べてみちゃ食べたけども何も死にませんと。あんたも食べませんかって言ったら食べたんですな。これがまた面白い。何でかしたら、男っちゅうのは女の言うこと何でも聞くっちゅうね。これ男に女に言われたらほっとまたすぐ食ってしまったね。これも男のお妻とのとこですけどね、面白いとこなんですよ。そうするとね、そのままちょうど食べとる最中に半分ぐらい食べた時に神様が来られて、お前はいずこにおるかって、神様がおいでになったらパッと隠れたわけですね。こうところが食べかけた、先生がいつもおっしゃいますけど、半分ぐらい食べかけたそのリンゴみたいな木の実を隠すとこないんで、裸だから隠すとこないから飲み込んだってね。無理やり飲み込んだら喉に詰まったってね。ほんでここの子男の子が出てるのはその子部であるっていうね。それがそのアダムの原罪って言ってね、神様の命に背いたこの原罪っていうものが人間には生まれつき、もう自分は罪を犯さんでも人間の先祖が罪を犯した、それがずっと続いとるから、この原罪って言って、もうこれはもう絶対に人間としての罪であるって言って、原罪、元の罪って言うんですよ。これがキリスト教ではもう切るに切れない罪や、人間とは罪の子であるですね、この観念なんですね。で谷口先生はそこで、その時にそれで蛇が知恵を食べた時に、神様がこのその時にここに書いてありますね、この終わりから3行目のところ、ちょっと、38ページの終わりから3行目とかね。しかして知恵の好み、すなわち五感知による物質的立場を人間が自する限りですね。だからここで、そういうふうに言われてね、そしたら男児は顔に汗して食物を食らい、ついに土に帰らん。そはその中より男児は取られたればないと。男児は地になれば地に帰るべきないというね。だから土でできたんだから土に帰らなきゃならないっていうのは、肉体人間のことなんです。肉体人間ですね。でこういうしてエデンの楽園を追い出された、追い出されたという、ここでね、イチジクの葉が出てきたりいろんなこと出てきますけれども、この第二章で作られたのがね、これが肉体人間なんです。これが実相人間だ。第一が神様がご覧になってもう甚だよかりきって言われたのが実相人間だ。人間が創世記では二度作られてるっていうことに気がつかなきゃいけないんですね。だから谷口先生はいつもおっしゃいますのは、第一創造と第二創造があるんです。第二創造だから、第二創造で肉体人間ができてきたわけですね。これは11巻のお読みになったら詳しく書いてありますけどね。だから私たちはもう一番大切なことは、もうこの現象の世界、このなぜ我々がこの地上に住みながら神様の作った人間であるのに、なぜ私たちがですね、この神様が花形よかりきっとおっしゃった人間が幸せになりたいで戦争をしたり、不安があったり、いろんな問題を争わなきゃならなかったりするのは、このなぜかっていうと、神様の言いつけを守らなかったっていうこととね、これが原罪って言われる、やっぱりキリスト教では言われたわけですね。それともう一つは、やっぱりこちらの人間、楽園追い出されてるからですね。肉体だから皮衣を着せられてたということは、肉体人間として生きた時には楽園から追放されなければならないということです。人間を肉体だと見てる限り極楽に行くことはできない、天国に行くことはできないっていう考え方が、この一章と二章とに書いてあるわけですね。だから私たちが、このもう一度にエデンの楽園に帰って極楽行くためにはどうしたらいいかっていうことを、谷口先生は楽園楽観っていうことをね、書いてらっしゃるんです。僕あの本を読んでね、もう一度返してもらうとかね、優しい言葉だけど、楽観っていうふうに先生書いてあるんですね。奪い返すっていうことを書いてある。私はその言葉を読んだ時びっくりしましたね。最初
楽園を奪還しなきゃ。それは何かというと知恵の好みを我々は食べたんだからね。その知恵の好みを食べたことは原罪として、それで人間肉体として生まれて、そしてであると生まれてそう思って楽園から追い出されたんだったら、知恵の好みを吐き出したらいいって先生は書いてあるんですよ。びっくりしましたね。僕は吐き出せって思った、食べてクソになったんじゃないかと思ってね。僕らすぐそう思う、だからもうクソになったのを思い出に出して吐き出すかなと思ったけども、そうじゃないんですね。これは知恵の好みっていうのは唯物論の象徴だから、肉物質は本来ないと悟った時にもう一度天国に入ることができるっていうことの象徴であるということなんです。これだから肉体人間として我々は幸せになろうと思ったら永遠の幸せを得ることはできないんであって、肉体本来ないとして神の作りたまえし、そのまま世界に住んで実相人間を自覚した時にもう永遠の幸せを得ることができるっていうこの象徴なんですね。これをここに書いてあるわけです。だから今の全百条っていうのはですね、いわゆる野古神でありますから、この肉体人間なんですよ。肉体の百条なんですよ。今の百条っていうのは本当はですね、第一章の実相人間仏性百条なんです。仏性の百条と肉体の百条とはここで問答してるわけ、自分で。これは人間はね、皆さんね、どんなに悟り開いたって言ったってね、肉体持ってる以上ね、物欲があり性欲がありね、食欲がありっちゅうものがあるでしょ。だから親鸞聖人なんかでも心は打滑のごとく似てって言って言ったらですね、あれだけ悟り開かれた方でもやっぱり欲が出てきたり性欲が出てきたり物欲が出てきたり名誉が出てきたりすると。だから自分の心をいつも反省しながら、自分の心はね、サソリや蛇みたいなもんで、汚いもんだ汚いもんだって言ったらですね、汚いもんだって言われることは本当の自分は素晴らしいもんだってことを悟られるから、そういうものが出てくると汚いということで、だから人間はですね、常にこの現象の世界においてこの肉体を持ちながら生活していくときは、常にね、いわゆる肉体的欲望と本当の人間としての欲望が常にこう2つをこう重なってくるわけです。どちらを占有するかによってその人の根本的な生活が変わっていくわけですね。じゃあ肉体の欲望はもう全然無視してもいいかって、そうはいかん、ご飯食べなきゃ死んでしまいますしね、決してそういうもんじゃないんです。肉体的欲望っていうものはね、を上にするか、いわゆる本当の人間神聖神のことしての本当のやらなきゃならないことを上にしていくかっていう、このどちらが優先するかっていうことによって運命が変わってくるわけですね。だからもちろん食欲があってもいい性欲があってもいい、そういうものあっていいんですが、それを神の子なる人間がその性欲とか食欲というものを支配した時に、人間この世において非常に幸せな生活がすることができるわけです。神の子がどっか行ってしまって食欲や性欲が先走ってしまったら動物人間になってしまうわけですね。で、私たちが、青年を扱う場合に非常に難しいのは、二十歳過ぎてね、25過ぎたね人たちがね、性的に乱れたりね、いろんなもの乱れてるの場合にそれをね直すのは割に簡単なんです。ところがね、16、7からね18ぐらいまでの間にね、セックスの方に溺れてしまった人間をねこう直すのは非常に困難なんですね。人間成長が固まっとらんでしょ、動物みたいになってしまうんです。だからね、もう林間とかね、そのいわゆる一緒に寝たとかそういうの問題でもね、我々が大人が想像できるようなことをやってしまうんですね。動物になってしまってるんです。まるで犬や猫が盛りついたようになってしまってですね、これが治すのは非常に困難になっていくんです。霊的な人間の自覚なんかないですしね、まあ、それ言っても分かってもらえないんです。だからね、だからやっぱり子供の時からずっとあんたは神の子なんですよ、神の子なんですよっていうね、神のとしての霊的な人間の自覚をね、小さくから与えておくのが大事であって、だから私は最近成長の本部においても子ども会ね、神道会をもっとやって、もう小学校行く前ぐらいからね、人間は神の子だ神の子だ神の子だっていうね、神様の作った素晴らしい人間なんだっていう霊的人間のこの霊的自覚ってものを小さくから与えようとして、今ねそういう運動にこうやりかけているわけなんですよ。でここのところね、そういうことをこう分かってお読みになると、これはちょっとこの次は分かってきますからね、こう一つそういうことをこう分かりになりながら次のところを読んでいただきたいと思うわけです。はい、それではその次行きましょう。39ページの246行目のところですね。五役
役所役心に出したのは根本迷いに無明によるものであり、その根本無明であるから時間を超越する不本無明である。だから過去過小物の時においてとちょっと数えることのできない超高在超最高の年代を挙げたのである。アダムが知恵の好みを食していた根本迷い無明も無限時間前に神が人間を作りたもうた最初の人間になっているのである。この百条ヤコの考案に匹敵するものである。だからこの百条ヤコっていうのもヤコになったのがもう無限次元前であると。でアダムも人間の初めの最初のですからね、それを言ってらっしゃるわけです。アダムの現在はどこから来るかといえば蛇に騙されて、何時らは知恵の好みを食らう日には何時らの目開け、何時ら神の男がいて善悪を知るに至るを知りたもないと信じて知恵の好みを食したところから来る。これは人間知的修養を積むことによって神に近づくことができると信ずる名門であり、大修行亭の人である。こういう数字入れてください。人間的知恵ですね、人間的修養を積むことによって神に近づくことができると信ずるですね、名も迷いであり大修行亭の人であるというような、この大修行亭っていうのはね、ここはね、これがこの修行をものすごく修行を積んだ人っていう意味ですけれどもね、これに問題があるんですよ。だからこの人間的なね修行を積むことによって、人間知的な修養を積むことによって神に近づくことができる。だから人間の知恵でね神様に近づくことはできないんですね。それでその次にですね、大修行亭の人とは大乗仏教を女房に実践休校し、午後に修行し、症状に弁道して、いわゆる仏性仏法をもって心身とする亭の人であると、人法女天師などは解しているが、私に言わせれば人間的工夫を凝らし修行を尽くしてその極に達せばついに神に到達しうると信じて大修行しているある境地に達した人、ここで、ね、これも筋しておいてください。これ同じことですけどね、これは皆さんね、ここのところこういう修行したらいかんですよ。これはね、いくら修行してもね根本的にこれいけないんです。これはね、人間的工夫を凝らし修行を尽くしてその極に達せばついに神に到達しうると信じて大修行しているある境地に達した人が大修行亭の人である。これではダメなんです。それはよほどの境地に達していても修行修行と言ってる間は自力の境を出していない、自力の境を出していない限りにおいて自力は旧我である。旧我ね、古い自力ってのはね、古い我をね何とかしてよくしようと思ってることなんですよ。これはダメなんです。古い我をね、旧我であるから旧我を磨きすることによってついに新しい我に到達することはできないって言うんですよ。古い我をじーっと握っとったらね、いくら磨いたってね新しいもの出てこないんです。ここからね、ここが大事なところです。それは瓦を磨いて玉とすることができないのと同様である。また自力は毛が仮の我であるから仮の我を捨てない限り真我に発見することができない。それは人造ダイヤをいくら磨いても天然のダイヤに変化することができないのと同じことである。自力自力というその心を捨てよ、修行修行というその心を捨てよ、悟りというのは新たなる我の発見である、生まれ変わりである。こう信じておいてください。これは素晴らしい言葉ですね。悟りというのは新たなる我の発見であるというんですよ。新しい自分を発見することなんですね。何もね、その古い我を磨いてね、よくしていくことじゃないんだっていうね。修行修行というその心を捨てよう、悟りということは、言うことは新たなる我の発見である、生まれ変わりである。磨くくらいなら天然ダイヤを発見して磨かなければ、人造ダイヤをいつまで磨いても太刀は開かないのであるって、これは素晴らしいです。ここはね、本当に素晴らしいところです。これが皆さんがこの成長の家を、これが真相観なんですよ、本当はね。だから真相観するときにね、我今五感の世界を去って実相の世界にいるっていうときにはね、古い我を全部否定してしまうんですよ。
我今五感の世界去ってるんですから、目耳鼻口ね、現象を去るってことでしょ。だからあのね我今五感の世界を去って実相の世界にいるっていう、あれをね、清張の幹部の方でもね、真相観の指導してる人も見るとね、非常に簡単に考えてね、あれは形式的に言ってますけど、あれダメなんですね。僕はよくそれを言ってね、その五感、我今五感の世界を去って実相の世界にいるっていうことがピッと分かってくると、真相観が変わってきますよ。やってくるんですね。だから成長の廊下を守りませんよ、我今五感の世界を去って実相の世界にチャーチャカチャーと言ってるでしょ。ちょっとも変わってない。そこで我今五感の世界を去って実相の世界にいるって言ったら、こちらの現象は本来ないとして第二創造を否定して第一創造の世界に飛び込んでやってるんですからね。今の古い我はなくなってるんですよ。過去においてどんな罪を犯したとか悪いことがあったとか、現在においてどんな問題がある、病気であろうと何であろう、そんなものはないんですね。それをこう否定したところに、我今五感の世界を去って実相の世界にいるっていうのがあるんですよ。ところがまたその五感の世界に去って実相の世界にいる言いながら、神様どうぞ病気治してくださいから、まず病気の世界入ったんでしょ。現象出たら入ったりしながらね、実相出たら入ったりしながら、何が真相感かっていうんですね。これは本当に言ったらそうなってくるわけです。だから神様病気治してくれなんていうのは、これは病相感っていうね、真相感じゃないわけですよ。どうぞ金100万円儲けさせてくれなんていうのは、金相感っていうね、金をもう取るっていうことになって、現象をもう実相の世界にいるって言ったら、神様のお作りになった完全円満な、もう絶対に神の無限の知恵、愛、生命、供給、喜び、調和、満ち溢れてる完全な自分をじーっと拝んで、新しい自分を発見することができるのは、これは真相観のコツなんですよね。だから我今五感の世界を去って実相の世界にいるっていうのが、第一、第二創造を捨てて第一創造に取り込むことなんです。これ今度はね、皆さんね、真相観するときね、わからなんだろうね、僕はね、もう時々やるんですよ。我今五感の世界を去って実相の世界にいるって言ってね、まだ現象のことを思い浮かんだらね、もう一度ね、我今五感の世界を去って実相の世界にいるって、もう何でも何でもね、それ繰り返すことがあるんですよ。それでね、なんとなくピッと入ったの気だった時は、非常に気持ちのいい真相ができますよ。やってください。あれを形式的にやったらいけませんよ。我今五感の世界を去って実相の世界にいる、ここがこのまま、さっぱり続いたら現象が、現象を続けたままで真相がやったってことは現象感ですからね。そういうとこはね、ちょっとしたことなんです。だから悟りとはね、新たなる我の発見であると書いてあるでしょ。現象人間としての発見、現象の我でなくて神の子なる我の発見が新たなる我の発見なんですよね、生まれ変わりである。でここでね、私はあの蓮生道場で私がいつもお話しますのはね、よく親が連れてきて、先生、うちの息子は悪い、高校に悪いんですから、何とかしてよくしてくださいよって言ってこう来るんですよね。うちの子はこんな悪いとこありますから、何とかして、うちの社員はこんなとこが悪いんですから、これよくしてくださいって来るから、僕は連れて帰ってくださいお断りしますってよく言うんですよ。悪い人間がね、たった10日ぐらいでよくなるはずがないって言うんですね。僕なんか学校へね、二十何年行って余計悪くなったって言ってね、二十何年も学校行って悪くなったのね、たった10日ぐらいでよくなるはずない。でなんでここでようなんですかって、お母さんがね、うちの子は悪い子だけれども、これをよくしてくれって言う、これは絶対よくない、急がを持ってるんですから。で私はそういう時に、練習に来た人はみんな親に無理やり押し込まれたりして嫌な顔したりする人おるから、いつも言うのはね、あんたらはね、悪い人間を僕らはね、たった10日ぐらいでよくしようなんて、そんな生意気なこと思いませんと。決してそんなね、悪い人間をよくするなんてことは考えませんと。もともとあんたらは素晴らしいんですよと。悪い人は一人もないんだと。ただゴミが溜まってるだけだって言ってね、こう言うんですよ。こうね、ゴミがかち割りついてるようなのはね、これは迷いだから本来ないんだけど、まあ、こういうふうに説明せんとわからんですからね。本来ね、悪いもんじゃない、それはね、どんなダイヤモンドだってね、泥で包んだらね、ダイヤモンド見えんでしょ、外しか見えないんです。だからね、本来いいもんでもね、ゴミはこうかち割りついたようになってるね。またこれ年取るほどかち割りつくのね、これが離れるようなんですよ。一つのこう迷いが固定してくるんですね。でそれをね、まあ洗ってね、これを洗い落として、本来ないんだから、これが洗い落とされてきて
ずっと洗い落とすからもともといいからええものが出てくるんでしょと僕は言うんですね。これ非常に大事なところなんです。悪いものを要するんじゃないんです。もともといいのにゴミがついてもそれ洗えばよくなる。だ僕は練成道場の責任者ですけど、僕はいつも言うのはね、練成道場は風呂屋みたいなとこじゃって言うんですよ。皆さんがぼーっとしてたらこうとしてあげるからじーっとしとれと、わしらは風呂屋の三助みたいなもんでね、富田家の職員は風呂屋の三助みたいなもんで、わしが三助の親分じゃって言って言うんですね。練成道場みんな僕これ言うんです。そういう気持ちで練成やらなかったら練成絶対良くなりません。これはまあ大変なやつが来やがってこいつ一応用したのかなんて思ったらもう必ず反抗されるんですね。ですからここがね根本なんです。だからここに書いてありますようにね、天然ダイヤを磨かなかったらね、人造ダイヤ何番磨いてもダメなんですよ。これそこをね皆さんがだから自分は神の子だって素晴らしいっていう信念なしにね、何も修行したってダメだっていうことです。修行修行修行だってね、ここはねとっても素晴らしいところなんです。これがね、でこれがずっと説明されてその次に書いてありますから一つ、言ってみましょう。これはね本当に素晴らしいところですよ。こういうのはね生命の人にもなかなか書いてないところですからね。生まれ変わりっていうのはね、キリストが言って人を新たに生まれずば神の国を見ることはたはずって言いますね。生まれ変わるっていうのはねどういうことかっていうと、もう一つ言葉を変えて言うと これです。観が変わることです。観の転換です。観ですね、心で見る、物の見方が変わることが生まれ変わりです。肉体じゃないんです。だから人間観、根本は人間とは何かっていうものの、人間に対する自分に対するものの考え方が変わってきた時に変わってくるわけですね。生まれ変わったことになるわけです。はい、それではその次行きましょう。釈迦が涅槃に、ここはね先生がよくお話になる時、いわゆる霊界に行く時、涅槃に入ろうと入ろうとした時に、その弟子の歌唱が、先生あなたのような大勢の人を救ってこられた、善根苦毒を積んでこられた人でも死ぬんですかと、こう言ってねと言って嘆いたということである。あなたのような善根苦毒を積んでこられた人というのは大衆行程の人である。そしてあなたでも死ぬんですかというのは因果に落ちるのですかということである。こんなことなんですね。これ素晴らしいですね。こういうふうに来ていただいたら分かるわけです、うん、そしてねこれはね皆さん聞いておきなさい。成長の家の講師先生でも行儀するんですかっていうようなね、こんなことですよ。成長の家の講師先生でもあんなことするんですかとかね、なあもうそういうこと同じことですよ。そうするとですね、ここにその時書いたでしょ、釈迦は阿吽経においてこの回答に回答を与えている。法華経の中にもこの回答を与えている。肉体の釈迦は過去世に数えることのできないほど生き変わり生まれ変わりして修行し、根性に生まれては29歳で出家し6年苦行し、35歳で悟りを開いて大衆行程の人である。開いた大衆行程の人である。しかもその後も44年間普通の人間のように飯を食らい、クソを引って生活し、今84歳に達して身に病気を表して死のうとしているのである。だから肉体の方から見ると確かに因果に落ちている。
Thank you.